で、まあ、2002年に、まあ、ポニーテールっていうのを結成して、当時名村さんが浜北でおとぎ同士っていうライブハウスで何曜日でしたかね、あれ名村さん毎週日曜日ね、日曜日ですね、うん、ずっと最初は名村さんソロでやってたんですけど、声をかけていただいて、一応まあレギュラーに近い形でやってみるっつって、まあまあおとぎ同士でずっとポニーテールで出させてもらいまして、まあ、当時はまあお客さんなんかこんないればもう大変なことなんですけど、簡単に1人2人ぐらいのね形から始まって、ずっとまあ客寄せっていうか、そのままこんなにしてなかったし、まあインターネットもねまだそこそこそんなにない時代でしたからね。それでまあずっとポニーテールでまあおとぎ同士でねやらせていただいた、あの経験がその僕に大切な経験で、まあ、今思えばあんな素敵なライブハウスでね、ずっと歌えたってことは本当に幸せなことだったかなと思いますけど、お客さん一人でな、一人やってるね、通報で、うん、じゃあちょっと次は下手くそなんですけど、まあ、洋楽は一郎さんね、この間すごく素敵な洋楽を聞いた中でも、ちょっととてもこの状況で歌っていいかなと思いますけど、唯一好きな歌が、まあ、クラプトン、エリック・クラプトンが30年ぐらい前にはですね、4歳の長男を不慮の事故っていうか、まあ、自分の自宅の窓から長男が飛び降りて死んじゃって亡くなっちゃってるんですけど、まあ、その時に失意の元で作った歌が Tears in Heaven っていう歌で、うん、まあ、当時もクラフトも叫びたりと、まあ、麻薬漬けみたいになっちゃって、もう歌も全然作れんような状態でもうベロベロになっちゃったんですけど、まあ、その立ち直るきっかけになった歌が、まあ、Tears in Heaven って歌らしいですけど、まあ、その歌が何年だったかな、僕ちょうどそのギターを始めた頃にアップロードっていうクラプトンのあれが流行ってまして、要はこういう状態で、要は電気楽器を使わずに、あのアコースティックだけでやろうっていうライブもちょうどクラプトンがやってて、その時にまあ Tears in Heaven を見て、あのこの歌いいな、いつか歌えたらなんて、当時とっても下手くそでコピーなんかできるものじゃなかったですけど、まあせっかくだもんで、まあ、その時の夢をね、ちょっと今日は果たしてみたいなと思います。Be the
洋楽はどんなのか。洋楽で、ね、あの西本画伯は好きなんですけど、ね、基本難しすぎて、うまく弾けないんですよね。僕も大好きですけど。で当時カポさんにもやっぱカバーやってるウォータークロスボードバンドっていう人たちが、まあ西本画伯ってやってたんですけど、まあ、その人たちもとっても上手で、ニグヤングとか、去年ずっとやって、ずっとあんなこといつか弾けたらいいなとは思ってたんですけど、結局20年経っても、まだにうまく弾けずに。まあ少し、まあ、そうこうしてるうちにパルなんていうグループが、ほとんど人前ではやれない状態になってきましたけど、そう言いながら次、最後とかこれ触りだけでちょっと終わっちゃうかなみたいな、もうそういうと大体皆さん分かってると思うんですけど、スカボロフェアを少しだけ触りだけやってみた